こっちもいいですね、雰囲気あって、はい、すごいレトロな感じも残ってて、でここではですね、はい、クラフトビールのお店をレコメンドされてまして、クラフトビール最高、いいじゃないですかビールにチェックつけたもんね今日暑いしね、はい、飲みたい。こちらですね、あ最近できたのかな、これ。あ、最近ですね。あ、やっぱ最近、はい、行ってみましょうか、じゃあ、ね、こんにちは。こんにちは。あ、すいません、お邪魔します。よろしくお願いします。こちらクラフトビールの専門店になるんですか。そうです。最近できたお店なんですか。ちょうど大学1年。あ、そうなんですね、しい、結構これタップついてますけど、うん、何種類かあるんですか、じゃあクラフトビール。常時17種類。常時、今ここにある17種類ってことですかね。うん、なんかおすすめとかあるんですか。はい、シラワイメニューになって。あ、そうだ、はい、海外のものとか、うん、珍しいのがあったり、国内のお好きなやつがあるんですか。どれですか、好きなやつ。3番です。3番、宇宙ブロッコリー。若手芸人みたいな名前ですか漫才師みたいな、はい、どうするマナブ。一番スーパードライっぽいやつってスーパードライ何やクラフトビール大好きだよここはニューオリダリの会社の新年会とかに、はい、お弁当をお願いしたり。ああ、そうなんですね。あ、お弁当っていうとじゃあ飲食別ですか。食べ物も、はい、美味しいです、何食べても。ありがとうございます、はい。はい、では乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、うまい、うん、うまい。どう、スーパードライに近い。近いあ、でもあのフルーティーな香りもありますし、うんうん、めちゃくちゃうまい、うん。これもジュースに近いクラフトビールだ。本当にスイカの味、うん、風味とか、うん、あとこの外気がまたね、気持ちいいよね。いいね、ね、最高ですね、うん、ああ商店街の中でっていうのもまだいいですよね、はい、またいいよ。 ありがとうございます。焼き物の盛り合わせ、ありがとうございま す, います。料理も提供してるんですね、こうやって、はい、ちょっといただきましょうか。いただきます。ありがとうございます。まあそうなるよね、外で飲むのは。いただきます。すごい肉肉しくて、うん、めっちゃビールに合う。うわ、これ周りカリカリすんね、これ。そうです、あの皮だけをカリカリしたチャーシュー。うまい、これ。めっちゃ美味しい、うん。なんで昼間から飲む酒ってこんなうまいんですか、ね、ですよね、なんか罪悪感ですから。ねえ、はい、あの本当に今何のロケしてるの、これは。何のロケしてるのこれ何の番組スタートアップ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ボタン押せばいいだけです。ワンクリックよろしくお願いします。ワンクリックお願いします。え、次はどこですか。そうですね、次はサウナですね。あ、いいじゃないですか。サウナお好きですか。サウナいいっすよね、はい、うん、最高。なんかこれさ、うん、ロケの工程とかも作りやすいよね。本当だよ、うん、タレントの好きなの聞いて。そうですね、自動的に作ってもらえるんで、ね、ここが最後レコメンドされてます、これが、これがレコメンド。あ、はい、サウナって書いてある。あ、本当だ、はい、では行ってみましょう。行きましょう、はい、入りましょうか。じゃあこんにちは。こんにちは。あ、あれ、あれ、こんにちは。あ、お疲れ様です。あれ、青さん、こんにちは。見てますよ。え、青さんのお店かなんか。今皆さんに見ていただいたところはバースペースとワークスペースで1階にサウナがございます。あ、そうなんだ。こういうことやってたんですね。こういうこともやってた。失礼します。
まずあの男性用ロッカールームでお着替えしていただくんですけれども、はい、あのアメニティも多数取り揃えてまして、 いいです、はいはい、あとこの名古屋初の MTG さんのリファも用意させていただきます。リファもあるの、はい、リファリファリファドライヤーよ。なんでおめが知ってんだよ一番関係ねえべこれさすが美容男子、美容男子これどう乾かすんだよこれだあの男性の更衣室にあるっていうのがなかなか珍しいの女性の方には結構あるかもしれないけども、あそうなの、男性にリファ、あーでここで、うん、まあ、サウナ入る準備をすると、はい、着替えていただくと、いよいよこちらでございます。またなんかこのちょっとおしゃれな空間ですね。なんすかこれもう、これオリジナルの映像作ったんですよ。いやすごいめちゃくちゃっすね。整うためのそうエコー整いスペースこれがいわゆる涼しい風が出てて、はい、外気浴、そっか外気浴代わりの空間っていう、うん、水風呂なんですか。水風呂でですね、水風呂はご用意してないんですが、リファのシャワーで、リファのシャワー、うわリファだよこれは、うん、あ、これうちのシャワーと一緒だ。ほら、おめえもリファ知ってるあれ、うちのシャワーヘッドだよ、これこれリファよ。あ、これリファなんだ。そう、いいでしょ、これ、実際使ってみて。そうそう、これ、竹井から使ってみて。竹井から使ってリファのインフォーマーシャルみたいになってそしてこちらがサウナ室でございます。あー、十分広いですね。地元のヒノキを使ってまして、めっちゃいい香りね。あ、本当だ、いい香り、うん、ああストーブもですね、結構大きめを使っているので、うん、ロウリュしていただくとこう芯がたくさん、めっちゃこれ商店街の中にあるっていうのが面白いですよね。知る人ぞ知る。え、どのくらいやってるんですかこのお店は。まだ1年ほどで。じゃ割と最近ですね。そうなんですよ。もともとサウナ好きだったんですか。もともと東京でスタートアップやってる時に、あの飲み会行くと疲れちゃうじゃないですか、うん、そこからサウナにハマりまして、うん、健康的にリフレッシュしながらまた頑張って働くっていう場所を作りました。 いい空間。どうした、電源入れてもらってきたゆっくりする、まあ、マジ入り、マジ入りしたの。いや本当に裸にならないってことしたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ボタン押せばいいだけです。ワンクリックよろしくお願いします。ワンクリックお願いします。